神戸市交通局1100系電車広島電鉄1100系電車広島電鉄1100系電車は1971年に神戸市電より広島電鉄に移籍し以前在籍していた路面電車車両である。神戸市電時代は神戸市交通局1100系電車を参照。1971年3月の神戸市電廃止に伴い1100系電車を 広島電鉄が購入。廃止翌日から570系及び1150系の譲り受け者とともに順次輸送されて整備を行った。同年11月にワンマンカーとして工事終了者より順次竣行。営業運転を開始した。運用開始当初は、神戸時代の前乗り中振り方式を、広電方式の中乗り前折り方式に改めた程度で、 外部塗装などはそのままで運用された。特に、11 1104.11055に関しては、神戸市電独特の菱形のドン式系統版、方向指示器は当面は損置され、他の同型車よりも神戸市時代の面影を色濃く残していた。その後、方向指示器は塗りつぶされ、後撤去。系統版も他社と同じものに統一され、台車も神戸時代の FS62 があったから、 旧型の H2105 型に交換された。1975年11月1日の仙田車庫火災で1101号は 900K902 号 550K552 号と共に被災したが、翌1976年1月20日に復旧した。1978年5月より1105号は同年にハノーバーと姉妹都市になったことを記念して、 初代のハノーバー号になり、廃車島で続いた。1981年に、方向膜の電動、大型化が、全車に行われた。1982年に1103号が、1983年に、残りの全車が、三菱電機の直流交流変換駆動方式 CU77、A 集中型で、冷房改造され、全車冷房装置を一気乗せた形状になった。 1980年代頃には正面塔周辺に他社と同様に黄色のひし形の警告マークが書かれたが90年代頃に消去された。またその頃は広告電車としても多く用いられていた。しばらくはこの状況で運用されたが1997年にプリペイドカードの機械を設置した際出口が狭いため乗降に時間がかかることや 他の車両に比べて収容力が劣りパワー不足でもあったことから廃車対象車種となり急速に数を減らした。2000年3月に1101.11021104号が廃車。その時点で唯一営業運転に使われていたハノーバー号として使用されていた1105号も間もなくトラックと事故を起こし、塗装を1150系1156号に移し、 2001年2月に廃車された。そして最後まで在籍し、長期級車で倉庫代用として使用された1103号は神戸に里帰りすることが決まり、2003年3月に廃車され、形式消滅した。最後まで残っていた1103号が神戸市電話打者子跡に建設された三崎公園に里帰りして保存されている。 保存に採取や値状の冷房機器は撤去されたが、方向膜やワンマン表示は、広島電鉄時代のままになっている。2018年から2019年にかけて、片側の先頭のみ、神戸市電時代の外観に近づくように復元された。車番は全車とも、神戸時代と同一。ありがとうございます。